アメリカではディズニーで1年間働かせていただきました、はい、どういう経歴でどうやってそれに受かったのか、ね、試験を通らなければいけない、試験を通らなければいけなくて、はい、ミッキービザって呼ばれてるみたいで、ミッキービザ、はい、なるほど。本題始まりました。ムジチャンネル、さあ今回はですね、はい、本物だ、本物です、はい、はい、はい、あ、ゆかと申します、よろしくお願いします、はい、おいでいただきました。デタタンのアンバサダーなんですかね、はい、はい、そうです。いつも出てるアプリのですね、はい、デタタンのアンバサダーって何するんですか。なんかやり方をまとめて動画にしたりですとか、はい、どっちかというと自分の学習記録をこう上げて、はい、デタタン使ったらこんな風に単語が覚えられましたっていう記録をどんどん上げて、最終的なゴールとして10月の A 級1級の一次合格を目指して今頑張ってるところです。そうなんですね、はい、わ、はい、かりました。じゃあそのゆかさん一体何者なのか、はい、だって二次受けられないんですよね。そうなんですよ、二次試験があるので、そう、渡米しちゃうんで、はい、もうアメリカ行ってしまわれるので、アメリカでどう過ごすんですか。アメリカではディズニーで1年間働かせていただき、ディズニーで過ごすということは、はい、フロリダの方のディズニーですか。はい、フロリダです。はい、じゃあでっかい方ですね。はい、でっかい方。LA のちっちゃい方、あ、ちっちゃい方じゃない。LA の方、LA の方ではなく、はい、フロリダの何日もかからないと回れないところの方ですね。はい。どういう経歴でどうやってそれに受かったのかちょっと聞きたいんですけど、まずじゃあ普通に日本で過ごして生きてきたっていう、はい。あ、そう、日本で生きてきてずっと、はい、まあ、高校の時。はい、時に外国語コースがある小平高校っていう、ああ、東京の、はい、東京のところに通っていました。でもそれまで全然英語できなかったので、うんうんうん、そこでちょっと荒波に揉まれながら英語力をちょっとずつつけていって、で国際のコース、はい、あ、そうです、外国語のコースの方に。どう違うんですか普通と。普通科よりも英語の授業が多いっていうのと、うん、第二外国語のコースが3年生の時取れるので、はい、中国語を勉強してて、で大学どうして、で独協大学の英語学科に。ああ、独協の英語ですね、はい、英語が強いところですよ。なんでディズニーに行こうと思ったんですか。もともと学生時代スターバックスで働いてて、はい、おもてなしとか日本のホスピタリティっていうところですごい惹かれて、はい、もっと英語を使ってかつ日本のこのホスピタリティを海外に届けるにはどうすればいいかなって思った時にそのプログラムを見つけて。どうやってでもそのプログラム見つけられたの。学生時代にフロリダに3回ホームステイに行って、はい、3回も、はい、はい、同じ場所に3回行って、その時にそのプログラムで働いてた方がいらっしゃったので、それでお話聞いて。フロリダに3回、はい、それどういう期間でやってたんですか。あ、1ヶ月を3回で。1ヶ月を3回、はい、夏休みみたいなことですか。あ、そうです、春休み冬休み、でも卒業してから夏休みの期間に行って、同じ家に、はい、同じ家に、はい、それはできるんだ、はい、はい、ディズニーに行きながら留学行けるプログラムあるかなって探した時にホームステイプログラム見つけて、それがディズニーが好きだったってことなんですね。そうなんです、はい、好きでした。ああ、なるほど。そのフロリダの方はもう回りましたから、ね、あ、もう全部全部すごい安くて、そのプログラムが4個行って送り迎えとか3食とか全部ついて、まあ、35万ぐらいで行けるプログラムがあって、1ヶ月なので頑張ってバイトをしまくって。4つっていうのは何ですか。あ、4つパークがあって、パークはなんて名前なんですか、はい、それマジックキングダムとハリウッドスタジオとアニマルキングダムとエプコットっていう場所があって、このエプコットがなんか万博みたいな感じになってて、はいはいはい、その中に日本人のエリアがあるので、日本人のエリアがあるんですね、はい、そこで働きます、はいはい、じゃあそこにお申し込んだってことですね。そうですね、まあ、そのレジュメ、履歴書の点ではね、はい、何度も行ってるってことで、はい、フロリダに行っててディズニーが好きでっていうのはプラスになると思うんですけど。そうですね、でもそんなすぐはい OK ってなるわけじゃないですよね、はい、ね、試験を通らなきゃいけない、試験を通らなければいけなくて、はい、今ちょっと変わってるかもしれないんですけど、はい、まあ、日本語で最初履歴書とか出して、はい、書類終わったら今度日本語の面接があって、はい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 、その後英語のテストを受けて、お、英語の試験を受けたんですね、はい、で最後英語の面接やって合格っていう感じで、はい、ゆかさんは何の試験を受けたんですか。英語は、あ、スピーキングの試験ですね、はい、まあ、いろんなとこでね重要視されててますけど、はい、じゃあもう本当スピーキングだけ、ね、そうですね、スピーキングだけで、それで何点ぐらい取れたと。あ、見えないようになってて、あ、こちらでは向こうが、はい、そうなんです、見えるけどこっちは見えないんですね、はい、実は分かんなくて、でも一回自分で買って受けた時、同じぐらいの時期に練習で受けて、はいはい、その時はまあ
とか、うん、ですかね。はい、当日の手応え的にはもう全然できなかったって。テストセンターって受ける、はい、家でそのままスマホで受ける感じで、はいはいはい、で合格ですみたいな、通りましたみたいなの来るんですか。まあ、そうですね、後日連絡来て、うんうん、英語面接受けて、うん、英語面接もリモートでズームで受ける感じだったんですけど。どんな質問されました？まあ、日本人を代表していくにあたってどんなことを海外に伝えたいですかみたいなことを結構質問されて、うまくプレゼンじゃないですけど、地元はこんなのがあってとか。どれぐらいの長さでしたね。長さは、まあ、日本語で結構がっつり落とすような感じなので45分くらい面接があったんですけど、英語は多分10分15分くらいで。そういうことなんですね、はい、そっちも短かった。そうですね。応募する人多いんですね。多分結構多いと思います。でも契約は1年契約、ね、あ、そうです。これはどんどんリニューしていくのか。あ、リニューは多分できなくて、もう1年で1回帰ってきて、もう1回参加したかったら日本にいる履歴を多分1年ぐらい作らなければいけなくて、はい、そのまま移住しちゃわないように。あ、なるほど。1年1回帰ってこなきゃいけなくて、はいはいはい、基本的には帰ってきて、まあ、1年経ったらまた応募できるっていう形なんですけど。なるほど。就労ビザ、あ、M、そうです、Q1 ビザっていう、このプログラムだけにある。あ、じゃあ違うやつなんですね。国際交流ビザみたいな、ミッキービザって呼ばれてるみたいで。ミッキービザ、はい、なるほど。この間大使館面接行ってきたんですけど、大使館にどこで働くんですかって言われて、ディズニーで働くよって言ったら、その一文だけでも終わって面接。あ、すごい信頼度。はい、本当にすげえ。ディズニーだけで、はい、Q1 申し込んでんの、人なんでねみたいなんで、はい、ディズニーです、はい、はい、教えて、アクセプト、はい、はい、そうです。すごい、信頼のビザなんですね。はい、じゃあ、これでいいんだと思いました。入国管理の時も楽でしょうね。あ、そうですね、多分見せたらどうぞって、はい、ディズニー好きですみたいなアピールはしなかったんですか。あ、しなかったですね、ちょっと隠してましたね。え、隠してて。私はディズニーが、このなんか作品が大好きとかっていうよりは、なんかディズニーの接客がすごく好きでっていう感じだったので、はい、ホスピタリティのファンなんですけど、はい、ディズニーが好きで、このなんかディズニーの空間で1年過ごせるのがいいから働きたいっていう風なアピールになっちゃって、やっぱり多分落とされちゃうので。そうなんですね、はい、っていうよりは日本の文化を海外に伝えたいっていう思いをこう前面に出して。なるほど、はい、なんか研修期間これぐらいでとかは。あ、今はなんかオンラインで研修があるみたいで、ポジションによって2週間から1ヶ月ぐらいですかね。で、多分行った後に実技の研修とかはあるので、こっちにいる時はなんかあまりやることはなくて。はい、じゃあそれ英語力を上げていくとその間。そうですね。ポジションはどんなのがあるんですか。ポジションはストア、マーチャンダイスを扱うところと、はい、あとフード&ビバレッジがあって、食べ物、飲み物ですね。そうですね、はい、はい、で、そのフード&ビバレッジもクイックサービスっていう、このできたものをこうお渡ししたりとかするポジションと、ダイニング、はい、何択かあるのを担当して、こういろんな方にサーブしたり、はい、サーバーです。はい、はい、あと鉄板のシェフ。ああ、鉄板焼き、日本料理、はい、あ、そうです。なんかアメリカナイズドの日本料理みたいなのがあって、なのでそのポジションになったら、こう鉄板の前にお客様が座ってて、パフォーマンスしながら。あ、そうです、そうです、あ、それです。じゃあ鉄板で。鉄板やりたいです。やりたいんですね。え、もう決まってはいない。フード&ビバレッジとは決まってて、行ってから配属が決まるので。じゃあ日本では練習じゃないですか。そうですね。ここにボール乗せて、こうエビの尻尾乗せるとか。その渡米まで今勉強中ということで。そうですね、勉強中です。もうとにかく英検の勉強ですか、じゃあ今は。そうですね、今はデタタン大特訓という企画をやってて、はい、1日に3時間デタタンで勉強する。3時間、はい、単語やってるんですか、3時間。はい、単語をやって、あとは普通に自分で長文読んだりとか、はい、まあ、リスニングちょっと隙間時間に聞いてとかいろいろして。3時間でどれぐらい覚えました。はい、8月1日から始めたので、だいたい9月1日です今。はい、あ、そうだ、はい、そう、9月1日、1ヶ月、はい、で、ステージ1が1級だと1500語なんですけど、はいはい、あれはもう大丈夫だと思います。おー、すごい。はい、で、最初はもう 98% ぐらい知らない状態で始めたので、はい、まあ、大体3週間ぐらいこう頑張ってずっと回してたら、うん、8割9割ぐらいは覚えてきたなっていう感じで、今はちょっとそれを長文で見ても反応できるように練習中です。うん、なるほど、はい、皆さんもちょっと負けないように、はい、一緒に一緒に頑張りましょう。挑戦してみてください。はい、お願いします。はい、Twitter じゃなくて X なのか今は。 X です、はい、X なんですね、はい、やってるのは。はい、そちらよろしくお願いします。こちらです、はい、見ていただいてですね。はい、はい、じゃあそれでぜひとも挑戦してみてください。はい、はい、よろしくお願いします。はい、じゃあ3本ね、そのデータ探偵頑張って。はい、ぜひ一緒にやってください、はい、お願いします。はい、心が折れそうです、正直。心が折れそうなの。一級難しくて。まあ難しい。他は取れてます。でも、あ、ライティングとか
とかライリンク苦手で、苦手なんですね、はい、一番なんかリスニングがまあまあ得意で、リーディング、ライディングって感じで、結構比率大きいのと、次回受けると多分神経質になってます。まあ来年度、来年度、はい、来年度の6月からが神経質。第1回です。第1回が神経質。なるほど。でも多分今回2次受けられないので、次合格。いや、もう今1次合格して保留しておいて、まあ、そうですね。あ、で1年でしたっけ。確か1年、ちょうど1年後に戻ってきて二次試験を余 裕、ね、余裕で合格すればいいんですよ。喋れれば何も難くないんで、受験の二次は、はい、理想です。はい、頑張ります。フォローの方お願いします。はい、お願いします。はい、ということで今回はゆかさんにおいていただきました。電気フォーカチン、さよなら、さよなら、おもてなし、はい、ありがとうございます